こんにちは、桜井楽器サウンドクラブの、トランペット講師宇野義弘と申します。で、僕のコースでは、ジャズだけではなく吹奏楽、ポップスなどを、楽しく、やっていこうかなというような感じでやっております。で、コース内容としては吹奏楽とか、楽団とかでやっている譜面などを持って、来ていただければ一緒にやっていくのもありですし、もし自分の吹きたい例えばパズーのトランペットだったりとか、まあ、ジブリの譜面を持っていただくのも、いいですし、あとはもう僕が提示するのもいいですし、何でも皆様に合った、音楽を一緒に切磋琢磨してやっていければなと思います。僕の経歴なんですけれども、昔、中学校から、吹奏楽で、トランペットを始めまして、その後高校も吹奏楽を始めて、その後にクラシックの後、ニューヨークの、ニュースクールという、最先端のねジャズの音楽大学を行きまして、で、いろんなジャンルの音楽を学んできました。で、東京に移ってからはですね、アニメのレコーディングだったりオープニングだったり、アーティストさんではMISIAさんのね、バックを務めさせてもらったりとか、あらゆる、ジャンルで演奏させてもらうことが多いかなと思います。トランペットの魅力なんですけれども、確かに、音がでかいっていうような感じで華やかっていうようなイメージがあると思うんですけれども、男性だけじゃなくて、女性とかでもすごく美しく、癒される音を出す方も実はたくさんいらっしゃる、ますので、で子供たちとかでもしんどい楽器ってよく思われるとは思うんですけれども、吹き方によってはすごく楽に、出すことができて、よくうるさいからトランペットをやらないっていう方結構いらっしゃると思うんですけれども、そんなことなく、癒し系な感じの音もかっこいい、ルパンみたいなかっこいい音も、出せますので、そこが僕は魅力かなと思います。で、トランペットは吹奏楽や、クラシック、まあ、ジャズなどでもすごく花形の楽器と言われることが多いと思いますので、まあ、絶対そのやって損はない楽器かなと、まあ、今も僕もやりながら思っております。レッスンを受けてみたいと迷われている方、ぜひ、こちらで体験レッスンもいたしてますので、トランペットをなくてもこちらで楽器を用意することもできますので、持ち方から一緒にやっていければなと思いますので、ぜひ、お待ちしております。